ココナッツオイルを敷いてオートミールをなんていうの焼くっていうことを言っています。弱火でやってるからなかなかね色がつかないけど強火でやっちゃうと焦げちゃうんだよね。あとはちょっとふやかしたこれ半分に切ってるんですけどふやかしたデーツ、ね、デーツはすごい栄養満点で栄養価が高いものなんですけどこのデーツをなんだろう甘さのもとお砂糖代わりに例えばデーツを使うとかだとすごいあの体にいい加糖なので娘には結構こうやって虫歯とかにもあのなりにくいというか加糖の方がいいのでできるだけ ね、ちょっとふやかすとミキサーに入りやすいのでちょっとふやかしてるだけです。なんていうのミキサーにくっついちゃうんだよね。こんなことしなくて全然いいんだけど冷蔵庫にある場合は結構で、あ下に先に移せばよかった。下にはミックスナッツこれももういったあるミックスナッツですね。今回は5種類のナッツを使っています。全然見えないじゃん。ピーナッツとかカシューとかアーモンドとかね、そんな感じを少しね使用してあとはピーナッツバターがいつもねあのなんだ、出てこない、コストコのナッツバターミックスナッツバターって3種類くらいなんかチアシードとかも入った確かチアシードだったかなやつがいつもいいんですけどこれはね市販のスーパーで売ってるものですね。普通のあのこれが結構なんだろう日本ではあんまりお砂糖が入ってるこのジャムとかの代わりに塗るものが多いんですけどちゃんとこういった無砂糖ノンシュガーのものを使ってこんな感じこれをここに入れていきます。あとはココナッツオイルをあれミキサーに入れてオートミールもミキサーに入れちゃいます。まだかなThank you.
妹が乳製品に卵アレルギーなのでアレルギーフリーチョコっていうものを使ってコーティングします。まあ、妹が多分ナッツ入ってる、こっちがナッツ入ってるんで、うん、ナッツ食べさせたことがないかもしれないのでこういったあのチョコレートでコーティングしても意味ないかと一見思われると思うんですけど、弟もちょっとナッツのアレルギー数値が1、2かどれぐらいか入ってたんですけど、でも食べれる範囲内だって前は言ってたので、まあ、食べれたらそれで弟とかこう食べてる時に妹が来ちゃってね、間違って触っちゃっても平気なように低アレルギーフリーアレルゲンフリーそのチョコを必ずうちには置いといて、妹が預かる時などこのチョコを必ず使っていますね。
入れたい意味がない。そう、水入っちゃったんだな。なんで水入った。よかった、失敗が無駄になるよりは。リメイク、いやー、本当どうしたんだろう。